エドモントン LRT 計画路線図側を渡る LRT 電車メトロラインの路線シーメンス車両デュアグユーニヘルスサイエンシス駅に停車する旧型車両エドモントン LRT はカナダのアルバータ州エドモントンにあるライトレール鉄道路線に与えられた名称でエドモントントランジットシステムの下で運営されているアメリカ連邦交通省都市大量輸送局によって1972年に 制定された LRT の概念に基づいて、新規に整備されたライトレールの草分けとして知られている。1974年に建設が始まり、1978年に開通した。現在まで延伸が続けられており、2015年現在、2路線、総延長 24.3km18 駅で運行されている。全部で5路線が計画されている。 将来的には、ウエストエドモントンモールや、エドモントン国際空港などへの延伸も計画されている。現在の路線は、高床車両に対応するよう各駅のプラットフォームは作られている。車両は、シーメンスデュアグユニとシーメンス SD-160 を用いている。バレー線へ導入予定のボンバルディア製、車両1978年に開通した最初の路線。 クレアビュー駅から、線、橋を渡ると、再び地下に入りユニバーシティ駅を過ぎると地上に出る。2015年に開通し新たに3駅が設けられた、キャピタル線から北部に伸びる支線。チャーチル駅から先は、キャピタル線と直通運転を行う、建設中路線。2021年開通予定。エドモントン発の車のボンバルディア製の、 フレキシティシリーズのフレキシティフリーダムによる運行となる。チャーチル駅でメトロ線、キャピタル線と交差し、ミルウッズ駅まで12駅、13.1km で構成される。最終的には2021年から着工予定の西部路線で、ウェストエドモントンモールと接続され、総延長 27km の路線となる予定。ありがとうございます。